So your first DP win and the first Japanese ever to win here in Qatar. How are you feeling? そうですね。去年は2位と惜しい試合があったので、今回が3度目での優勝争いで優勝することができて、本当に嬉しいですし、またこのカタールで、日本人まだ優勝してないということだったので、この優勝は本当に、もうこれからに生きる大切な優勝だと思います。How does it feel to have all these people supporting you, waving those Japanese flags? It must feel special. 日本のフラグ持ったギャラリーさんいて、どう思いますか？そうですね。やっぱり海外の地で、日本の方々に応援してもらえるのはすごく力になりますし、本当にその応援のおかげと言っても過言ではないと思います。Was there any point today where you knew?I have it. I'm going to win this tournament. 今日勝ったポイントは何が良かったか。そうですね。落ち着いてまずプレーできたっていうところと、まあ結構風と雨の難しいコンディションの中でもしっかりバーディーを取っていけたっていう部分が、まあ最後本当に痺れた緊張したんですけど、まあ本当にそこが良かったなと思います。What's next? Are you going to relax, enjoy? How are you going to celebrate? How are you going to celebrate?1週間ここに残るつもりなのでこのカタールに残って、いるので、このカタールを思う存分楽しんで次の試合に向けて頑張りたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。